オットー・ブラウン、オットー・ブラウン、オットー・ブロウン、1872年1月28日から1955年12月14日はドイツの政治家、バイマル共和国におけるプロイセン州首相。東プロイセンのケーニヒスベルク、現ロシア領カリーニングラードで生まれる。父親は靴職人だったが、没落して鉄道職員になっていた。 石板印刷工見習いに就職、その後、16歳で身を投じた東プロ一ンの労働運動で頭角を表した。ブラウンは身長190センチメートルで目立って体格が良い、ばかりでなく組織運営の際にも引いてており、複雑な内部事情を抱える集団をまとめる能力に優れていたためである。しかし弁舌は苦手としており、陳視目光する性格で、 聴衆を引きつける才能には劣っていた。社会主義者鎮圧法で禁止されていたドイツ、社会民主党、SPD に入党。最初はサンディカリズムに影響を受け、党内左派に属していた。ケーニヒソベルクの労働者選挙同盟代表に就任し、ついで社会民主党系の雑誌の発行人及び編集者となった。党の支援もなく資金が乏しい中、ブラウンの ケーニヒスベルク人民新聞は大きな功を収め、特に農民層を取り込むことに成功した。イゴ・ブラウンは農政専門家となり、ユンカー層と対決していく。また、ドイツ農民協会を設立し、地域健康保険組合の代表となり、ケーニヒスベルクの市議会議員に選出された。百九十二年には二ヶ月の投獄を経験し、また1九百四年にはナロード日記に協力し、 ロシア皇帝を倒す運動に協力したとして国家反逆罪で起訴されたが無罪判決を勝ち取っている。1898年に SPD の東プロイセン代表に就任。1905年には全国委員会の委員に選出されている。1911年には SPD 全国事務局の経理係となり、1917年まで在職した。 SPD の幹部として1913年にプロイセン議会の議員に当選した。当初は党内左派に属していたが、後のスパルタクス団やドイツ共産党に通じる人脈とは、その主張や目的が協情主義的で現実的ではないとして距離を置いていた。1914年に勃発した第一次世界大戦についても、党の多数派同様支持する姿勢をとっていた。 1917年の1月ストライキに参加。1918年のドイツ革命では、ベルリンの労働者、兵士レーテ、委員会に選出された。しかし、イデオロギー論争に無駄な時間を費やすレーテに、失望した。1919年に、バイマル憲法の政権議会議員に当選。その後も1933年まで、ドイツ国議会議員を務める。 SPD の中央指導部とは政策をめぐってしばしば対立し、特に独立社会民主党と SPD が再統合した後は、それが顕著になった。SPD 当主だった夫をベルスとはライバル関係にあり、ブラウンはベルスを無責任と批判し、一方、ベルスはブラウンは党と規約を尊重しないと批判していた。ブラウンはプロイン州議会議員も兼ねており、 1918年には、パウルヒルシュの内閣で、プロイセン州農省を務めた。農省として農地改革を目指し、福音兵に職業を与えようと試みたが、大土地所有者やユンカー層から激しい抵抗を受け失敗に終わった。1920年から1932年のほとんどの期間、1920年3月1921年3月、 1921年11月1925年1月1925年4月1932年5月においてプロイセン州首相の任にあり首相交代が激しかった中央政府とは対照的だったプロイセン州首相として大土地所有者層とそれを支持基盤とするドイツ国人民党との接触ポーランドとの国境問題ポーランド系住民の権利問題 そして分離独立の動きがあったライナント地方との接衝、とりわけ反抗的だったケルン市長、コンラート・アデナウアとの接衝、旧王家であるホーエンツレルン家の私有財産処理などの問題にあたった。ブラウン内閣は中央党、ドイツ人民党、ドイツ国家人民党などとの連立であり、特に中央党は連立内でも批判的であった。特に問題となったのが学校での宗教。 教育問題でカトリックの中央党に対し SPD やドイツ民主党は公立学校での無宗教を主張していた。民主主義を断固擁護するブラウンの政治姿勢からプロイ選州がバイマル共和国の民主主義最後の鳥で言わしめた。一方で非民主的応答派の管理や警察署長、県知事をほとんど交代させてしまった権威主義的なブラウンの州政府は プロイセンのツアーリとも呼ばれていた。プロイセン警察は5万人の人員を要し、暴動が頻発した1920年代末から1930年代初めには、ほとんど、準軍事組織として訓練されていた。1925年に、フリードリヒ・エーベルト大統領が休止した後、その後継として、SPD から大統領選挙に立候補したが、同じ SPD とはいえ、 エーベルトとブラウンは政策的に全く違う政治家だった。第一次投票で29%しか得票せず、第二次投票では中央党のビルヘルム・マルクスに譲った。しかしこの選挙で最終的に当選したのは保守派が担ぎ出し途中から出馬したパウル・フォン・ヒンブルクだった。ヒンデンブルクとの関係は当初は悪くはなかったが、1929年10月に、 ヒンデンブルクが名誉総裁を務める鉄カブト団の活動を禁止すると、両者の関係は悪化した。ブラウンは対等するナジスにも警戒を怠らず、ハイン・リヒブ・リューニング内閣による全国での突撃隊、禁止令を実現した。しかし国政が混乱する中ブラウンの衆議会での与党は前言してゆき、1930年にはドイツ、国家人民党と、 ドイツ共産党が不信任決議案を提出。1931年には、鉄カブト団、ナチス、ドイツ国家人民党、ドイツ人民党、ドイツ共産党が、ブラウン内閣を倒そうと試みた。1932年4月の衆議会選挙ではついに、与党が過半数割れしたが、どの党派も多数派工作ができなかったためブラウン、内閣が臨時で職務を続けた。しかし7月20日、 体調不良で入院していた、ブラウンの元にフランツ・フン・パーペン首相の解任事例書が届けられ、パーペンは、衆議会選挙結果、ブラウン個人の体調不良、そして、ハンブルクでの暴動で死者が出たことを、この違法な解任の対義名分とした。パーペンは、プロイ選州首相を廃して、自らプロイ選州総督に就任した。ブラウンの訴えに基づき、 10月に最高裁判所は、ブラウンが正当な州首相であるとする判決を下したが、実権は失われたままになった。1933年1月30日に、アドルフ・ヒトラー内閣が成立し、その直後の2月1日に国会を解散した。ナチスは政権を獲得した勢いに乗じて、プロイン州議会も解散して、国会との同日戦に持ち込もうとしたが、2月4日に、 ナチスが衆議会に提出した解散動議は否決され、ワイマール憲法に基づき招集された、衆首相、衆上院議長、衆下院議長の三人会議でも二対一で否決された。形式的に衆首相の地位に止まっていたブラウンは三人会議で解散に反対して最後の抵抗を示したが、2月6日に大統領令により罷免され、パーペンが新たな衆首相となり、 結局は、衆議会は解散された。4月には、ヘルマン・ゲーリングが、プロイン州総督に就任した。ヒトラー内閣が成立して間もない2月27日に、ドイツ国会議事堂放火事件が発生すると、身の危険を感じたブラウンは、自動車でオーストリアに逃亡した。ついで保養地として、たびたび訪問していた、スイスのアスコナに移った。 しかし、ドイツでの財産をほとんど没収され、難病の妻を抱えていたブーラウンは自宅を賃貸に出したが借り手が見つけられず、塞い取り立てから逃れるためパリに逃亡した。1938年に自伝を出版し、またアスコナの自宅に借り手が見つかったため、スイスに戻ったが、第二次世界大戦が勃発すると、再び経済的苦境に立たされ、 ほとんど寝たきりかあるいは物乞い同然の生活をしていたが、知人の助けで最低限の生活はできるようになった。終戦後は、SPD 再検討大会参加のため、西ドイツに戻ることはあったものの、政治活動に復帰することはなく、ロカルノで死去した。去年83年。自然を愛好し、州首相時代にはたびたび狩猟に赴いたため、左右の性的から貴族趣味。 成り上がり者などと個人攻撃された。政策的には対立していた。ヒンデンブルク大統領とも東プロイセンでの狩猟という共通の趣味の話題に花が咲いた。スイス亡命時代は畑仕事をしてジャガイモを栽培していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。